せーの、ゲジェシアター。初めましてのメンバーが2人いるんで。そうですね、初めましてです。じゃあちょっと2人からまずこう自己紹介の方を始めますか。はい、おはようございます、初めましてクラブフローのゆうって言います。よろしくお願いします。よいしょなんで笑うんですか。真面目か。なんで笑うんですか。はい、どうもクラブフローの青井俊って言います。よろしくお願いします。俊ちゃん、まあ、2人は初めてだからね、ニコ生。そうですね、初ですね。まあ、俺はもう何回も出てるんだけど、なかなか慣れないね。何年経っても慣れないもう3、4年前からやってるんだけど、まあちょっと今日いっちゃんが、ね、本当は一世代表、フローの一世代表がまあフローオープンしたってことで一発目出る予定だったんですが、急遽用事があるみたいで、俺は借り出されました。だからみんなコメントいっぱい欲しいな。コメントいっぱいちょうだい。まあ、基本今日はね、どんどんリスナーさんのコメントを拾ってこうかなっていう、そういう回にしようと思うんで、そうなんです、フラッシュの代表が代理なんです。まあ、今フラッシュの方がね、まあ、これから新店舗になるってことで改装してるんですけど、今はフローの方で、まあ、いっちゃんの代理をやってます、多分多分で、この2人はフローのメンツで、3ヶ月後、まあ、フラッシュが新しい店舗になった時もフローに残るメンツなんで、まあ、ちょっと俺一人っていうね。で、この後はるきくんがね、知ってる人は知ってると思うんですけど、みはや兄弟の弟の方のね、はるきくんが来るみたいなんで、とりあえず乾杯しようか。今日も飲もう。緊張してます。乾杯。乾杯。乾杯。いきます。ういいや、でもやっぱりね、この時間のニコ生はなかなか慣れないですね。まだドシラフなんで。重川さんはドラえもん知ってる人いるのかな。重さんのスタイル、仲いいグループのスタイルグループっていうのがあるんだけど、そこの社長がたまに遊びに来てくれてて、ドラえもんの格好してくるって毎回ドラえもんの格好、うん、覚えてくれてる人もいるんだね。まあ、しばらくはね、もう出てないですけど、この間スタイルの時に会長と飲みに行って、その時に久々会ったぐらいなんで見えるわ。いや、見えますね。さっきからゆうちゃん飲めやっていうのがちょいちょいね。ゆうちゃん飲めや。名指しなんですね。いただきます。目が悪いから全然コメントが見えないんだよね。こっち側しか見えないです、うん、お届け物です。ありがとうございます。いいねビールあるかい。ちょっとね、いいね。ああ、さらにしてろ。
これ飲み切っちゃおうか。やめて、帽子取らないで。やめて、この放送1時間のうちに飲み切っちゃおうか。帽子取らないで。やりましょうか。まあ、僕は出ないんで、時間ないですね。ちょっとコメントしづらいとこはどんどんシャットしていくんで返せそうなコメントはどんどん返していくんでコメントお願いします。まあ、1時間ちょっとね、まあ、俺がこう司会とかねやると大体緩い回になってしまうんで緩く放送していこうかなって思うんで、まあ、例えばこう2人初めてなんで2人に質問とかあればどんどんください。しゅんくんは、まあどれくらいだっけ ?7 ヶ月ぐらいですね。7ヶ月ぐらい。まあ、シャトーの方で7ヶ月ぐらい働いて、まあ、今月からフローっていう感じで、こっちのゆうくんは、10日ちょっとぐらい。そうですね。15日間ぐらいかな。まだ本当に。フローがオープンするちょっと前、フラッシュの方に、まあ、体験入店来てくれて、まあ、本業しますっていうことで、まあ、10日ちょっとか10日ちょっと一緒に働いてるんですけど、まあ馴染みが早い本当に馴染むのが早いね、うん、いや本当にもう半年ぐらい一緒にいるんじゃねえかってぐらい、ね、みんな優しいんで、はい、そこは、はい、優しい。そう、目が悪いからな、俺も。まあ、シュンは新人ではないよね。新人ではないですけど、ね、新人ではない。出たことないですね。今まで断りっていうか、まあ、出ないです。まあ、コミュ障の、なんか、集まりみたいになっちゃってます。自己紹介すればいいですかね。自己紹介、うん、そうだね。自己紹介、自己紹介。まあ一応さっきしたんですけどね。はい、うん、見てなかった子もいるんで、もう一回自己紹介しちゃいなよ。はい、クラブフローの言っています。さっきちょっとコメントに見えたんですけど、お酒は多分飲める方ですね。うん、強いね。ユウはなかなかタフだね。泥酔してるとことか見たことない。本当に泥酔すると使えなくなるんで、そこは気をつけてはいるんですけど、まあ仕事ができる、まあ、期待の新人ってことでよろしくお願いします。ありがとうございます。しゅんちゃん行こうか。いや僕なんすかってなんすか。ホッとし始めて、ほんと太ったんすよ。ああ、どれくらい太ったの。 10キロ。あ、ほんと以上は太ってますね。でもそういえば、シュンなんか入ってきた当時すげえ細かった気がする。やっぱ多いよね、コス始めて1年目が一番太りやすいっていう。俺もコス最初始めて1年間で俺も10キロ弱ぐらい太っちゃって、で、そっからまあしばらくデブの人生を送ってたんだけど1年ぐらい。じゃこれじゃダメだと思って、まあ、アルコールダイエットっていうのをねし始めたんですよ。まあ、クソみたいなダイエット、ただ単にこう営業後は飯を食わずこうさひたすら酒でごまかすっていう、もうそれで泥酔しちゃったらもう食欲もなくなるし家に帰って寝るだけみたいな、そんな生活をね半年ぐらいしてたらもう一気に戻って。でもなんかアルコールでも取るものによったら太るっす。いやどうだろう。いやアルコールはね、アルコールだけだったら多分太んない。ただあれだね、カクテルとかあの甘ったりカルアミルクとかああいう系統のは多分太ると思う。お腹が出ちゃうかもね、体重とかやってても。ビールが一番カロリーは低いって言うけど。いや、すごい俺、わかる。134番目のコメントの方、ユウってカイトに似てるって。ユウはカイト知らないと思うけど、確かにシャトーの方に、似てるわ。
カイトっていう子がいて、まあ学生の子なんだけど、まあ、ちょっと似てる、ユウと雰囲気がね、似てるっす、似てるっす、うん、僕3回ぐらい言われましたね、うん、まだお会いしたことないですけど、確かに似てるね。カイトは最近出勤してるのかな。カイト君はあんまり出てなかった。まあ忙しいからね、カイトは。甘いお酒といえばユイやん。まあいちごミルクね、いつも飲んでるよね、あの子は。ユウちゃんなんかしてたよ。なんかしちゃえ。なんかしちゃえよ。ユウちゃんなんかして、なんかしちゃえよ。どうしようかな。でも今この時間つまんだよね。前に1時ぐらいからやった時期があって1年ぐらいやったのかな。はい、1時ぐらいがもうみんなベロベロだから、はい、もうなんか無茶ぶりとか何でも答えたら、ね、この時間ちょっときついっすね。僕ちょっとまだまだ答えてないんで。カイトさんいい人、あ、いい人なんだ。カイトはほんといい子、うん、明るいしね、礼儀正しいし真面目だし、そういう点もちょっと似てるかもね。明るいし、とにかく明るいしね。まあまあまあ、まあ、とにかくね、とにかく明るいはちょっといらない。その名前いらないですけど。そういえば今日あれなんですね。シャトーの方はユメスさんがバースデーなんです。ああ、そっかそっか。ああ、なるほど。プライド高そう。プライドは全くないですよ、プライドは。画面越しだとそうかも。静止画とか、まあこういう画面越しとかだと、まあそういう感じにもなる。多分それってホストみんなそうじゃない、画面越しとか例えば静止画だとみんなプライド高そうだよね。色物ホストはたまにいるけど。プライド全くないんですもん。売れてないですよ。まあ入ったばっかだから、ね、入ったばっか、うん、まあ、これからに行きたいっていう感じで。嘘つけて、嘘つけて何が、何で、何かありました僕。ユウはでも仕事はまあできるよね。普通に嬉しい、純粋に嬉しいです。それはいい質問が来ましたよ。フローのいいところは、まあじゃあちょっとじゃあフロー組なんでしょ、一人ずつから聞きたいよね。今のところ、まあオープンして10日しか経ってないけど、まあ、フローのいいところ。フローのいいところ、うん、フローのいいところ悩むな。悩むな。フローのいいところ、あれですよ、ありますわ。フローのいいところ、でもキャストは皆さん優しいし楽しいお店だなっていうのは思いました、ね。うん、何店舗か体験によっても行かせてもらったんですけど、それはもう何店舗かの中で一番。どこでも言う、うん、どこも言うって。ボロカス言いますよ、ね。俺あんま喋れないな、うん。まああのまあまあまあ優しいとか、まあ、そうなんですけど、まあ優しいのは結構ある。うん、みんな仲がいいっていうか、うん、なんかいい意味でも悪い意味でも団結力はあるのかなと俺は思う。今のところね、10日しか見てないからまだ分からない部分もあるけど、で、とにかくやっぱバカが多いから、いいバカが多い。いいバカが多い。店内、うん、店内内装はすごい綺麗。内装はマジで綺麗、うん、もう黒、めっちゃ綺麗。黒ベースの、うん、本当に、まあ、会長がまあ本当に今まで作ったのが一番かっこいいって自負するぐらいかっこいいっす、やっぱり。そこはいいと。まあそうですね。なんでフローにしたかは、まあ次回のフローの放送で多分エッセ代表は出ると思うんで、直接聞いてください。次回、次回。フロー代表さんにね、聞いてもらって。バカ嫌いって書いてある。バカ嫌いなお客さんはちょっと合わないかもしれないけど、うちのお店はね、ほんとアホバッチャーだから。まあいい意味でね、いい意味で。ただのバカは俺も嫌いです。うん、話通じればバカいないですよね。そういうバカじゃなく、うん、楽しい感じのバカが多い。だって僕言っちゃいけないと思うんですけど、こういうの。
じゃあ行かないって。ユウに聞いてんだよ。バカ聞いてる。あれちょっとバカかもしれない。金髪起きてる？金髪起きてます、ね。なんでそこに入ろうと思ったの？なんでそこに、そうですね。なんだろう。やらしい話は、まあ、いろいろあるんですけど。そういう面でも、やっぱ仕事しやすい環境だなっていうのがまず一個と、あとはもうそうですね、お店の雰囲気はもう絶対見てたんで、そこは、さっきも言ったんですけど、いや、量です。で、そうですね、まあなんか、このお店のやってけそうと思ったのがこのお店だったんで、金八になってますけどね。3年B組ですよね、それ。金八先生。わーってやつですよ。これバカチンガバカチンガ全部やる全部やるそれ。まあでもその決め手っていうのはあるよね絶対。ああ、そうですね。意外と細って入るときなんとなくだったりするじゃん。まあ、ね、とりあえず雰囲気は良さげだから入ってみようかなみたいなのはあるんだけど、やっぱり決め手一つって多分こう自分の、あ、ここだったらやっていけるが一番じゃない、はい、この人たちが周りにいればなんかこうやっていけんなみたいなのはあると思う。俺もこのグループに一番最初入った時そうだったから。ただなんか俺が入った当初みんな俺すぐ辞めると思ってたらしい。今のケンさんを筆頭に、やっぱ俺すげえ人見知りで最初なんかもう全然喋れなかった。コミュニケーションなかなかうまく取るの苦手で、まあ、先輩とか優しく話しかけてくれるんだけど、まあ、ちょっとね壁がまだあってみたいな。あ、ですぐ辞めんのかなって言われてたぐらいだけど、まあ、でもやっぱみんなこうまず会長もね、まあ、もちろんこうみんな先輩方で優しくしてたし、まず何にしても仲がいいね本当に。結構仲がいいっていう風にグループ細クラブめっちゃあるけど、俺も何店舗のなんか細クラブ見てきたけど、うちは本当良くも悪くも仲良すぎる部分はあると思う。うん。僕もカイさんと一緒で、バクさんにお前暗いなって言われました。お前暗いやつだなって言われて、いやそんなことないと思うんですけどのはありました。でも初めは結構みんな感じなんじゃないですかね。そうなんだよね。だからどんだけこう喋れる人でも、なかなか最初はね馴染めないっていうか、まず従業員と仲良くならないと仕事に身が入らないのもあるかもしれないね。ああ、いろいろ気を使ってしまったりして。初めはすげえ気を使う。うん、カイ君はど根性変えるってもうこんなんなのよ。ギョンキチギョンキチギニューヨークシティだけどね、今日週に1回ぐらいはニューヨークシティの日。これ着てるとね、なんかね余計バカになるんだよね。服装ってないよ、本当にバカになるんです。あー、あります。すげえなんかアホみたいな、ニューヨークシティとか書いてこういうアホみたいな T シャツを着てると今日一日アホな感じになるの俺。接客中とかも。で逆にスーツとか着てるとなんかこうカッコつけちゃうのね変に。ああ、なんかもう君の瞳に乾杯じゃないけどもうホストっぽい感じになっちゃうの気分が。そういうのすごいあるよホストは。やっぱ服装とか、まあ、髪型とかもそうだと思うけど。二人は無茶振りできるの？無茶振り、無茶振りってでも流れはあるよね。
ここで何かやれば絶対盛り上がるだろうなっていう無茶ぶりと、はい、絶対お前滑らせに来てんだろうなって無茶ぶり本当の無茶ぶりありますよね。無茶ぶりにも愛はあるって分かってほしい愛のある無茶ぶりだったらみんなやりますそうですね、愛のある愛のあるやつで、くぅ、どんな系の無茶ぶり、どんな系の無茶ぶり、でもあーモノマネだったらまだあーちょっとこれ言うとまずいけどいけるいけるいける、自分から言っちゃってるけど、モノマネぐらいだったらなんかこうなんと似てなくてもなんとなくやればこう、そうですね、一応バカじゃん、全然似てないじゃんで終わったりするけど、はい、なんかよく分かりづらい無茶ぶりとかあるよね、うん、自分の知らないジャンルだったり、はいはいはい、裸になるとかできないです。いや裸になるは、はい、あの地方限定だと思うこの地方でちょっとだけ働いたことあるんだけど、千葉の方で、はい、その時はやっぱりまあポンポンになるなんかちょっと毎日見てたんだけど、歌舞伎町は多分そういうのやっちゃいけないような気がする。多分綺麗は綺麗なイメージです。僕もそれは思います。好きな人は好きかもしれないけどね、はい、お前らもっと頑張るよ。そうですね、その通りだと思います。本当ね、すいません俺の得意なねモノマネがね、うん、じゃあじゃあじゃじゃーんっつってねにゃんちゅーだにゃーんってね、まあ俺にゃんちゅーすげー好きなんですけど俺のお箱直接聞い、画面越しだから分かんないかもしれない。直接聞いたら結構似てる。なかなか似てるよ、俺は。ワクワクさん、ワクワクさん知ってます？ワクワクさんの方は、ワクワクさんのモノマネってでも、でも若干ニャンチューに通ずるもんない。ワクワクさんゴロリゴロリじゃないですか。そうそうそう、ゴロリね。あ、ちょ、今気づいちゃったんだけど、これ見えてんのかな、リスナーさんは。まあ、見えてるか。10月11日、夢とバース、今日ですね。10月18日、シオン、港バースデーってあるんですけど、こっち、シャトーの方のイベントで、次、フローの方のイベントが、ちょっと早いんですけど、ハロウィンイベントを16日にやらせていただきます。ちょっと早いんですけど、いろいろ都合があり、なので、まあ、何やるんだろう。え、去年やったでしょ。去年やったハロウィン。ハロウィン。仮装。こうやってしたことない。あ、ないの、うん、あ、そっか、去年、うん、そうだ、去年いないもんね。学生コスプレイベントとか、うん。そうですね、コスプレはやったことはありますけど。何 やってきたよ、これまで。あ、コスプレですか。コスプレっていうの。もうなんか、かっこいいのができない。かっこいい、こうなんか、わかるよ、きちってやるみたいな。ハロウィンでもなんかドラキュラとか着れないんで、わかる。だからもう、とりあえず顔隠しとけばいいかなっていう、うん、あれがあって2回あったんですけど、うん、1回目が大仏かぶって2回目が馬かぶってそれであの、両方ともここが塞がってるんですよ、口が、うん、酒飲めないから、うん、ここめくってこうやって肌見えちゃうみたいな、はい、俺も経験あり去年はね、猿の惑星やってなんか全身黒タイツにもう猿の かぶり物かぶっただけなんだけどだからね、あのね、俺のお客さん以外はみんなこう楽しんでくれたの、はいはい、何気持ち悪いとか言って笑ってくれたんだけど、自分のお客さんが結構マジでドン引きしてなんで普通にかっこいいのやんないのっってすいませんだから今年はちょっとかっこいいのやろうかなとも思うんだけど、はいはいはい、ちょっと俺のねコスプレ魂に火がついてるのってね気持ち悪いのばっかやっちゃうんですよ。一昨年はね、あのねチーム対抗戦で、はい、西洋の妖怪と、まあ、和の妖怪でやって、はい、俺らのチームが和の妖怪でね、ゲゲゲの鬼太郎シリーズやろうみたいなっていうのは、まあ鬼太郎もいてとかいろいろやってたね。俺目玉の親父やったの。それもまた肌色の全身タイプの目玉の親父のマスク買ってかぶっただけなんだけどまあ要は
等身大の目玉の親父ね。あれやっちゃダメ。リアルサイズただの変態親父。やばいやばい、うん、でなんかわかんないけど泥酔しちゃなんか、はい、お客さんがそのミニスカポリスとかね、いやお客さんがこう、はいはいはい、来てきてくれるからミニスカポリスについてたティーバッグをもらってそれを履いてたの俺ずっと目玉親父いよいよ、いよいよ変態親父っていうね本物、本物じゃないですか月光仮面、月光仮面、月光変態仮面はやったことあるけどな。あ、あるんですね、うん、変態仮面のことかなって思った。変態仮面はあるんだけどね、あの宴の入場で変態仮面を、ね、何人かでやって流星を踊るっていうすごいシュールなやつなんですけどそうか、宴とかもあるんですよね、うん、なんか、そう、俺たちずっとずっとあの入場に力入れてたんだよ、はい、サザエさんやったりドラゴンボールやったりとか、ドラゴンボールなんか一人2万何本かかるよねでもなんかぶっちゃけなんか微妙な感じで終わって、まあ俺たちは満足なんだ、やったことで満足なんだけど、はいはいはい、でその主催者の人が気遣ってくれたらしくて、うちのグループにその最後にやったあの流星その変態仮面の次からあの何だろう、入場を一番盛り上げたでしょうみたいな、あーテンポで、だからこの人たちの入場が一番面白かったです、盛り上がりましたみたいなショーができたらしいんだけど、それ知らなくて俺たちもうあんま意味ないから普通のにしようってやって、で普通に行ったらそういうショーがあるって知って、なんだよってもっと早く行ってくれよって終わっちゃったんだけどでもそういうのもね、なかなか楽しかったりするから、みんなでやったりするの、そういうショーあったらみんなやりますよね楽しそうだなあれってどのくらい見てるんですか、何人ぐらい見てるんだろうね、書いてない、まだわかんないか、まあコメント数がね、10秒間沈黙が続いたよおー、見てましたね10秒間危ない危ないねなんかいざ配信するってなったらなんかそうなんだよね、なんか、うん、そうっすね、だからとりあえず酒の力借りることかうん、アドバイスするとしたら酒めっちゃ吸いますもんね、俺もね、最初の方なんか全然喋れなかったけど、でも最初の方はやっぱ一時にやさなまってもうとにかくわちゃわちゃして、多分リスナーさんからしたらただの愉快なやつらみたいな、はい、ガヤガヤしてるっていうゆうちゃん頑張って、ありがとうございます宴は結構うち格闘家が多くて、なぜか今のところは、まあ、結構何人か出てるんだけど、毎回出るのは3人ぐらいかな。まあチャンピオンもうちいるから、アイキがね。ああ、そうですよね、うん。格闘技やってこなかったかな。あれってなんか出されたりしないですか、お前、出ろよみたいな。出ろよ。いやいやいや、違う違う違う。違う、そういう話じゃなくて。いや、出ろよ。いや、格闘技とかやってたら、あれだけど。格闘技やってるやつってこう出たがるじゃん、やっぱ自分試したいじゃないけど、はい、そうですね、素人が出たがるはなかなかない、素人が出たら絶対やばいですね、もう大怪我する、ライトさんぐらいのも強制で出てんのでもライトさん結構勝ってるからね、あの人、意外とど素人から始めてもう 4,5 年出されてるから、なんかだんだん強くなってきて回を重ねるごとにういえーはい、はじめまして、はるきです、お願いします。はじめまして、まあ、はるき何回目ぐらい、新人の時に1回出たので、うん、今日合わせて3回目ですかね、なるほど、まあ、今をときめくね、はるきくんです、うちのよいしょ、ちょっとときめいてますね
今結構ときめいてるね。今を駆け抜けてるね。駆け抜け、うん、っちゃまずいっすけどね。駆け抜けてるし、ときめいてるわな。駆け上がってます、ね。まあ、ときめきオーラがないらしいね。あ、ないですか。うん、ないのかな。何をときめいてんだか。うん、会社どうしてくれるんですか。うん、いや、そういうこともあるよ。人生いろいろっつって、いろいろ男もいろいろってね。なんで前髪上げてんだよってすげえ怖い。すいません、アイスもらってもいいですか。前髪上げてんだよ。前髪邪魔だからかな。ありがとうございます。どれ飲みます。俺ビールで。あれ、炭のフランってあったんすか。でもあった。お店にですか。いや、そこに置いた。ああ。よし、いただきまーす。じゃあ、はるきから。朝、僕のゆうちゃん。はい。はい、いただきまーす。やるんすか。CM 行きます。いやいや、見えてない見えてない。めっちゃ拾って、めっちゃ拾って。じゃあ CM です。そのスーツ何、これはね、お兄さんからもらいました、はい、自分兄弟でやってるんですけど、ミハヤ兄弟でやってるんですけど、お兄さんからもらいました。あれ、二人ともこんなテンションなの。そうっすね。なんか黙ってたらやばいって。黙ってたらそうなの。なんかいざやれってなるとなんか喋るとかないですよ。ものすごい、なんかやれっていうなんか多分思いがあるからやれないようになって、ものすごい緊張感の中で、なんつうの、この雰囲気に勝手に入り込むっていうか、のがいいんじゃないのかなって。俺も別にニコ生そんな出たことないから、この間宴メンバーのルイさんと、雷神ルイさんと兄貴と一緒に出て、そのスーツ違うと思う。あのね、これね、違うと思う。大体言われるお客さんに、お客さんにはね、ジャックって言われた、このスーツ。ジャック、うーん、あの、なんか、あれですよね、ジャック、バウアドクロみたいなやつですよね。そうそう、ディズニーの、ディズニーのあの、そうそう、え、ジャックスパロスか。ジャックスパロス、ああ、違う違う、あれだ、こんなスーツ着ねえよ、スーツねえわ。あれだな、あの、ナイトメアなんとかのやつですね。そう、ナイトメアなんとかのやつやな。そうそうそう、なんかそんな感じのやつ。ナイトメアなんとかの、で、なんかまあでも借りてるんだけどね、兄貴がね、兄貴がね、スーツスーツうるさいから。ゆいさん、何やってんのか分かんないわ。ゆいさん別だから、シャトーだから。ゆいさん来てくれますかね、電話したら。いや忙しいでしょうね。ですよね。ゆいはね、最近スーツ、最近もうずっとスーツ、もうずっと、これかなんか、なんだろう、なんかグレーのスーツ、シンペラスーツ。いや、シンペラではない。これ兄貴がこれ着たら借金取られちゃうから、今借りてる状態なんです。兄貴がずっと男なの、男じゃねえよ、ホストならスーツだろうっていう感じ でスーツってどうなんだろうね。その俺はもうスーツがこう一番かっこいいとは思ってるんだけど、やっぱりスーツで出勤して、例えば職場のお客さんとかに着いたときに、たまに言われる、なんでスーツなのって言われたことない。あります。え、なんでスーツなの、なんでスーツが俺好きなんだよね、みたいな感じなんだけど、
スーツ嫌だっていう女の子結構多くて、あ、多いっすか、多い、多いっすか、うん、意外とだから逆にスーツが好きって女の子もいるんだよ、うん、もちろんいるんだけど、最近あるのがなんだろう、スーツが嫌っていう言葉って聞いたことないじゃん、ぶっちゃけ、はい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 、特にホストやってたら、うん、スーツが嫌、私服の方がいい、楽な方がいいと、あ、いや、まあ、俺もそうだったんですけど、兄貴がスーツ着ろと3ヶ月間ぐらいずっと言われて、やっと染みついた。でもスーツ、でも1回だけ初回の女の子に言われたことあります、スーツ嫌だみたいな。理由はそれぞれなんだろうけど、結構聞いたりするの、スーツ好きって、なんか理由が知りたくて、なんで嫌なのかって。なんかその単純にこうバッチリこうホストホストしてると絡みづらいじゃないけど、壁を感じるっていうか、仲良くなりづらいみたいな、しゃべりづらいっていうのがあるらしくて、とか、あと他にいたのがその、なんだ、役職者とか売れっ子がスーツ着てるのはいいんだけど、新人がスーツ着てるとなんか私服がないのかな、私服がなくてダサいから、逆にスーツでごまかしてんのかなとか、そういうのいろんな意見があったから。なるほど。まあ単純にネオホストっていう、なんだろう、そういうのが流行ってる世代なのかもわかんないけど、そうですね、僕もスーツ着たら、だって就活生って言われます、使います、就活生なんで来たのって言われます、ホストなのって言われちゃう。が多いですよね、ネオホストって。俺みたいなね、ニューヨークだ。どうしたんすか。いやすいませんね、なんか今日放送事故みたいで。嘘でしょ。申し訳ない。何の話してたんですか、さっきは。いや、なんやかんやだよ。なんやかんや。そうですね、なんやかんやですね。なんか別に。そっか、ゆうは、あれか、はい。初めてか。もう初めてです。だから、はい、空気をね、全然わかんない。俺もさ、てか俺もいまいちよくわからない。ああ。なるほど。兄貴の考えが違う場合がある。あ、兄貴と俺なんか全然違いますもんね、考え方。うん、違うっていうか、何？射程関係にあるじゃん、君たち。射程関係。兄貴の言うことは絶対みたいな。やっぱそれありますね、うん。俺の言うことは絶対みたいな関係であるから。そうっすね。なんか。うまいことやりなよって思うけど。いや最初はさ、結構俺も言ってたけど、春樹は春樹だしみたいな、はい、最近もう どうでもよくなっちゃって、なんかそれやっぱありますよね。もう好きにしろっつって、最初みんななんかめんどくせえなっつって、支えてくれて、話聞いてくれて、もう最近はもう、あ、始まってるなみたいな。なんかだってよく喧嘩した時期とかさ、で春樹は春樹でなんかこう、まあ、どう本当にあの兄貴はっつって、兄貴は兄貴で、マジあのクソガキっつって、お前らもなんかいいよって。で結局次の日は仲良くしてんの。あ、そうっすね。兄貴っつって、春樹春樹って。でも兄弟ってそういうもんだよね。まあ兄弟いる、ね、僕年子の兄弟いるんで。あ、そう。そうですね。どっち兄貴。僕が弟なんですけど、うん、一緒に仕事したことあるんですけど、すごかったです。まあでもそうやね、一緒に仕事したら特に出るわな、そういうの。うん、もう何しても気に食わないっていう、なんか喋ってもなんか気に食わないってシュンは。僕はお姉ちゃんですね。あ、お姉ちゃんだけ。二人なんだ。はい。ハルキはもう完全に男兄弟だもんね。三兄弟ですね。俺もね、女兄弟なんですよ。え、そうなんですか。俺は四人兄弟なんだけど、姉貴二人の妹一人だから、長男なんだよね。あ、そうなんですか。お姉さんとかなんかあったりしてないですか、兄弟。いや、仲いいよ、うちは。やっぱたまに会って飲み行ったりとかするんすか。うん、全然集合とかするし、兄弟だけだと。コメント厳しいっすね、今日は。すごい居酒屋で話しとけっつって。まあね、
まあでもぶっちゃけ俺昔から居酒屋で話すような会話しかしないもん。まあ確かに。まあ確かに。酔っ払ったら酔っ払ったノリでなんとかせえみたいな。はい。まあそうですね。でもちょっと飲んだ方がね。オープンから飲んでね。泥酔して、この後仕事なんだよ。怖いんすよ。週明け一発目ですもんね。週明け一発目で泥酔だな今日。なんかでも先週すごい長かったような気がしたんですよね。ああ。一週間ね、オープンしてからの一週間でしょ。そうっす。やっぱり忙しいもんだからバタバタするし。毎日泥酔するし。酒飲むと体弱っちゃいますもんね。最近俺だから毎日 R1 を飲むようにしたんですよ、乳酸菌を。あ、あれいいよ。すごい飲むようにしたんですけど、ダメなんですよね。いや、それよくわかんないけど、なんか合わないんですよね。風邪にならないとか、がん予防になるとかで、もうほんと5年前ぐらいにどっかの県のが小学校全部に、はい、牛乳じゃなくて R1 を置くようにしたんだって、どこの経過はそうだけど、四国とかそっちの方だったと思うんだけど、そしたらもう全国で一番風邪ひかないっていうか体が強い小学生、はい、小学校1位になったらしくて、やば、ほんといいらしい。やっぱ R1 すごいですね。うん、俺は牛乳の方が好きだけどね。僕もそれ。R1 ちょっと確かに牛乳飲むとなんかお腹に膜張るって言いますよね、お酒だから。シャンパン飲むときはみたいな。お通じはね、もうすごくいいからわかんない。いや、俺もお通じよくなかったっすよね。お通じはとてもいいから、毎日お酒飲んでるから合わないのかな。お通じ多分みんないいと思う。ただ一つ言えるのは、あのちょっと汚い話、固めのやつ最近見てないってやつ。基本柔らかいやつね。毎日酒食らってるから。めっちゃわかります。ボスはお通じだけはいいと思う。お酒飲まないやつは結構便秘とか言ったりするけど。求人のところに言った方がいいんじゃないですか、お通じよくなります。求人のところに。あの便秘を お悩みの方っつって。毎日ピーピーしてるよね。うん、もうね。たまにあります、ね。ちょっとおならを出したいときに、ちょっと出したときに、あ、違うだったみたいな。あ、違うですね。リアルの方が出たやつ。あのね、それリアル俺もう察知できるから。マジっすか。いや、これね、これやべえなみたいな時は我慢する。ちゃんとトイレに行くっていう。あ、マジっすか。俺ついこの間やっちゃったんですよ。いや、すぐ慣れるよ。俺も新進だからよくやったよ。よくやったんですか。あ、おならだみたいな時にリアルの方出ちゃう。もうついに下ネタに走るっていう。おむつして出勤したくらいは。でもちょっと、いや、涙出そう。おむつ履いてる自分。情けないっすよね。すげえ涙とか出そう。情けなくても、俺のバカ野郎っすね。何やってんだ。涙って。見えねえな。ズボン履いてるから大丈夫。いや、でもちょっとゆうちゃんおむつしてっつってね。めっちゃ叩かれてる。めっちゃ。ゆうちゃんも何回も。ゆうちゃんおむつしてっつってね。おむつ。じゃあハロウィンの時おむつしますよ、じゃあ。いや、いいわ、見たくないわ。ハロウィンの時僕。いじめられてんのかと思う俺。ベイビー仕様で。ベイビー仕様で。おしゃぶりとおむつしていきますわ、じゃあ。なんだろうね、ハロウィン。今年何やろうかな。なんかないっすか、リスナーさん。おすすめのやつっていうか、やってほしいやつ。あー、この人お前これ似合いそうみたいな。例えばこの4人で言ったら、うん、そういうのちょっと欲しいな。そうですね、右からそういう意見。はい。嬉しいね。超厳しい。今日厳しいっすね。厳しいな、今日。さかなクンって俺のことだろうな。ギョギョーなんて言わねーぞ。葉っぱ体。葉っぱ体だったらおむつでいいんじゃないかと思っちゃいますけど、葉っぱ体だったら。まあでも俺、女装しますけどね。あ、女装ですか。女装します。兄弟揃って多分女装します。へ、え、ぇ、ー、
は似合わなそう。絶対似合わないよな。ゆいが女装するのとわけ違うからね、それ。確かに。特にあー、まあ、特にアイキ。だからもうちゃんとスネ毛とか全剃りしようかなと思って。アイキ絶対そのままで来るよ。あのままゴリゴリでメイド服でいった服。ゴリゴリの、ゴリゴリの女子高生です。メイド？メイドやるの？去年メイドやってるませんでした。まあ、はるきさん似合いそうですね。うん、もはやの女装。はい、はい、CM を CM、 はい、CM でーす。今のコスプレして就活してこいだって。それもありだね。でもサラリーマンね、憧れた時代あったな俺。ああサラリーマン、サラリーマンってさ単純にかっこよくない？なんか営業マンってことですか？その時はでも僕もありましたね、うん、まあ、サラリーマンの精神力とかはすごそうですよね。今をきらめくサラリーマン金太郎みたいな、そんな感じのさ、憧れたことない。金太郎の話じゃないですか。そうそう。サラ金の話じゃないですか。なんで今度俺って言うんですか。すごいな。月給いくらなんだろう。みんな溜まってんのかな。月給いくらなんだろうな。まあ、30とか30。いや年齢でかかるって言いますよね、月給。ああ、確かに。自分の年齢以上稼げてればいい方っていうのは。ですですよ。ホストはその4倍を稼がなきゃいけないっていうからね。サラリーマンが40年できるとこ10年しかできないっていう計算だと4倍稼がなきゃいけないから、例えば20歳だったら80万は稼がなきゃいけないし、なるほど、25歳になったら100万は稼がなきゃいけないし、で俺は会長に教わってきました。はい、80万ふむふむ、そうなんです。まあでも本気でホストをやろうとしてたらそんぐらい稼がなきゃ意味がないから。まあそうですよね。ちょっとこう、まあ、同世代よりは稼いでるなぐらい満足してたら絶対ナンバーワンにはなれないし、はい、まあ、わしはどんどん昇格なんか無理だと思うから。確かに、うん、まあ、急に真面目な話になってきたけど。いやでも本当に確かにそうですよね。やってるからにはナイキさん、ナイキさんどうなんですかね。俺も確かに、ナイキはね、俺できないな。俺はいや僕も無理です。ナイキさんナイキはできないな、ストレスが。そうなんですか。やったことあるんですか。一応ね、もうずっと前になるけど、一番最初の箱でナイキじゃないけどナイキ兼プレイヤーみたいなので、その時カンボーサだったんだけど、バクシャンと一緒にカンボーサで、
な回しだったりとか交互にやったりしたんだけど、それだけでストレス溜まるから。そうなんですか。回し一つでストレス溜まってたから俺は。一番いいのはやっぱりナンバーワンだよね。プレイヤーのナンバーワン。いやそうです、ね、楽だし最終的にそうですね、うん、先月兄貴に負けちゃったんで、今月は兄貴に勝たないと。兄貴さんの給料はよくわかんないっす。これもわかんないっす。よくわかんないっす、まあ、多分出来が出来高とかになると思うけど、そこも。ああ、そうですね、多分、うん、仕事量にもよると思うし、はい、なんか確かにボケっと回しだけやってる内勤よりは絶対こう求人とか自分でやって、あの新しいことか入れてくれる内勤の方が絶対給料は多くなると思うしね。まあ、それは昼も一緒ですよね。昼のサラリーマンの人も多分仕事できる人はやっぱ給料もらえる。どんな仕事でもそうだよね。はい、言われた仕事以上のことをしてる人間はやっぱりこう仕事できるし、給料もどんどん上がっていくと思うから。てか18日あれなんですか、シオン君と湊君合同になったんですか。な、ああみたいだね。バースデー、バースデーか。そういえば母さんと一緒ですもんね、12月ですもんね。だね。そうっすね。手負けねえから。バッチバチにやりましょう。手負けねえ、12月本当に。負けたら俺やめちゃうから。泣いてやめちゃうから。泣いて 1月から出勤しないから。負けんなってね、その前に。まあ負けねえよ。先月みたいな。ハルキ気使ってんの？いやそんな使ってないっすよ。全然全然、うん、そんな全然使ってないっすよ。でもそうだね、この3人はなんかこれからこうなんていうの、1年後2年後3年5年後ってこう、まあこのグループをねどんどん成長させていく人間だよね。そうっすね。まあ今駆け出しっていうか、この中ではハルキが一番先輩なのかな。そうです。もうちょうど1年くらいだっけ。ちょうどそれくらいですかね、うん、もうでもあっという間だったね、1年。早いっすね、ホストって早いっすね。あっという間。職人の時はなんか1日1日がすごい長い感じなんですけど、ホストやってからなんかもう多分酔っ払ってる時間もやっぱはい、多いんで、うん、なんか記憶のない時間多いね。あ、多いっす、多いっす。記憶のない。次の日起きたら、ほら、ほら、何やってんだみたいな。俺、この間なんか寮の非常階段でなんか潰れてたし。記憶のない時間で確かにありますよね。ふわふわタイムって呼んでるんですから。もう曖昧な。一週間にな、結構飲むやつってさ、大体3日ぐらいは絶対記憶ないわけじゃん。はい、朝起きて、うんうんつって、何やってたっけみたいな。ありますね。それさ、1ヶ月に例えるとすごいじゃん。もう10日は記憶ないわけでしょ。約10日ちょっとぐらい。はい、1年に例えるとさ、もう1シーズンは記憶ないわけじゃん。そうですね。しかもクソ野郎だよね。確かに1年の3分の1記憶ないみたいな。それホストやってて長く、早すげえ早くなるわな、うん。生きてるのも。しかも、年取るって言いますよね、ホストやると。なんか、精神年齢が。外見だけは若いけどね、あ仕事上。うん、確かに。僕本当に変わりました、ね。職人マジか。職人マジです。もっと4年ぐらい。兄貴とずっとにやってました。でも、あそうなんですよ。母さんもそうっすもんね。うん、俺も職人だったからね。ホストに。なる理由っていうのは人それぞれあるよね。最初にホストやる理由って何だった？あ、ハルキはいいや。ハルキはね、先に言っとくけど、あ、兄貴に強制されて言うて。いやつ？おい、お前明日から6時に来んだろ。はい。分かった。その時、第2終わった時に、まあ、レギュラーじゃなくてバイトでやろうと。で、カイさんと喋ってて、じゃあレギュラーやりますみたいな。あ、ちょっと待って、一回兄貴呼ぶよみたいな。うわーと思って。これダメだよ、ダメだよって言うよ。兄貴来て、あ、お前バイトなんだよ。あ、バイトバイト、レギュラーでやれよ、いい。レギュラーでやる、いい。レギュラーで分かってやれよっていうので、無理やり。二
二人はどんな理由でホス始めたの？ホス始めた理由ですか？何だったっけな。でもそうですね、まあ、あの皆さんあると思うんですけど、このなんか昼のこの毎日一緒のこのなんか朝起きて、昼食だと職人だったら朝起きて現場行って昼飯食べて10時休憩3時休憩があってっていう生活がちょっともうなんかそれに飽きたのもありますけど、あとは、まあ、要は輝きたかったってことだっけ？そうですね、はい。長かった、話長かったそれ、ごめんなさい。話長かった、俺。シュンは？僕っすか？僕はなんか、まあなんか勝手な思いつきっすかね、なんかなんとなく、うん、とりあえずやってみっかっていうね、やろうかな、みたいな。まあでも、そういうのあるよね、とりあえずやってみようっていう。はい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 、やったことないことだったんで、まあやっぱ、ね、夜の仕事って分かんないし、興味はでも絶対、そうですね、僕も興味めっちゃありましたね。だからある程度こう、みんなある程度持てた経験はあるわけでしょ、ホストやる前から。そういう人間って一回は思うよね、ホストってどういうもんなんだろうって。はい、そうですね、うん、多分みんながみんな大体そうだと思うけど、そうですね、9割方はじゃないとやらないですもんね。持ってたこと一度もないやつってなかなか変えない。たまにいるけどね。まあ人生3回あるし、自分変えたいとか有効でたまに入ってくる子はいるけど、なかなかね。久しぶりに優しいコメントが可愛いから OK っつって。ありがとうございます。可愛い系で売るの？いや、売らないっすね。てか何系なの？可愛くないじゃないですか、どう見ても。何系っすかね。お茶目系だな。お茶目系。お茶目系だな。お茶目系。じゃあ僕お茶目系であります。まあ1分前ということで、まあクラブフローのね、代表の会も多分あるので今月、まあそこで多分宣伝とかしていくんだと思うんですけど、一応、今まあ新店舗になって、まあ、従業員ももちろん。募集してますので、初回のお客さんはもちろん、この放送を見てくれたり、まあ放送室とか見てくれた方とか、うちの代表がサービスするみたいなんで、何かまあ勝手に決めちゃうけどね。勝手に。うん、ぜひこう募集の方をかけてるんで、ちょっと電話だけでも話だけでも聞きに来てください。まあこんな感じで。こんな感じでいいでしょうか。こんな感じでいいんじゃないでしょうか。お待ちしておりますね。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。